え、奉納。今日は奉納という話でございますが、たくさんの絵をですね、絵画を、神社仏閣、温泉地、いろんな商業施設に。奉納してきたわけです。これきっかけなのはですね、阪神大震災がございまして、その後西宮尼崎を建て直そうということで、いろんな神社仏閣を壊れたところを僕は奉納することによって建て直ってきたという、そういう、自分が誕生日が1月17日なんで、僕はやったんじゃないかというような感じで、たまたまそういうご縁があって奉納ができるわけですけども、今回ですね、今日2022年1月23日神明神社という東総社というところにある神社、たまたまおたふくさんが家がその近くで、誕生日に後ろに神明神社という神社があるんですけどもと言うて、次の日の満月の日の朝訪ねに行きまして、そしたらまあパッと開けたら光がぶわーっと差しまして、前は木の城というねお城がありまして、そして備中高松城ね、そしてそういうような木びじの中にですね、総社、ね、総合の総に、社と書いて総社、この総社というところが素晴らしい場所だった、それをこの時代に復活させたいという、そういう思いでこのバットを東総社で買いまして、これはうちでの小槌でございます。これを振ればそこが立て直っていくという大黒さんの働きで、僕はこれから奉納に参ります。たくさんの神社仏閣ありがとうございます。大事にしてくださるとこ、してくださらないとこ、そしてそれが伝わってないとこ、伝わるとこ、いろいろありますが、それはそちらに任せて、僕はただ縁のあるところに絵を奉納させていただいて、日本中世界も平和になって、そしてそこは天地の柱ができますように祈っております。さあこれから奉納式に参ります。かしこみかしこみももせThank you.
はい、今ですね、東総社の神明神社から帰ってまいりました。すごいです。ご神旗がすごいありまして、雨の皆神主三柱が立ってました。そこにおるとものすごい居心地がいいんです。本当に神さんがおられるなぁと体で体験しました。そして素晴らしい萩の宮司、この宮司はね、僕と体験が一緒なんですよ。本当に困った時に雨の皆神主神さんが出てくると、こんな出会いがあったんですね。さすが誕生日に鏡餅さんから紹介いただいた神社、これがなんと古墳時代に、あの場所が素晴らしい祭事の場所で、日本の元やったという、ね、東の総社にこの場所があって、それをもう一回蘇らせて、古代の古墳時代をこの時代に僕の絵で輝かして、いろんな人たちに見ていただきたいですね。そして僕はその場所で絵を描かせていただく約束をしていただきました。これからの画家太陽の道が総社の道に変わります。ありがとうございます。太陽の道は矢掛から総社吉備津彦椿狼社と続きます。太陽の道に